拾われるぞ。矢を拾われちまうぞ。何が起こったんだ。多分これが完全暴走状態になったレクイエムだ。あらゆるものから矢が取られるのを自動的に防御しているのだ。するってえとさ、どうすんだよ。ミスター、ヤツの体が目覚めたぞ。起き上がる。今は矢の追跡は後だ。ミスター、撃て、ヤツを。やったか。お、なんだと。飛んだぞ。今時間が数秒消し飛んだぞ。あいつは本当にディアボロなのか。答えは分からないが、今時が消し飛んだというのなら、あの体はキングクリムゾンを操るディアボロではないのは確かだ。ナランチャ、周囲はどうなってる。他に近づく者はいないか。ナランチャ、ナランチャ、早くナランチャを下ろすんだ。こんなことは絶対にありえない。ディアボロが二人いない限り絶対にこんな。二人、あの小僧とディアボロ、まさか二人いるのか。肉体は一つなのに精神は二つ。ナランチャ、手当てを、ジョルド。ナランチャの魂はもう行ってしまった。間に合わなかった。すでに空洞なんだ。僕がこの自分の体に戻れるくらい。すでにいないんだ、ナランチャは。もう元の体に戻った。ナランチャの魂は行ってしまった。ナランチャー。俺これが終わって故郷に帰ったら学校行こうと思ってたんだ。頭悪いって他のやつにバカにされるのも結構いいかもなって。わかった。ディアボロの人格は二つある。一つの体に二つの人格だ。あのブチャラティの肉体に今入っているのは私が出会った小僧だ。一つはブチャラティの肉体と入れ替わったが、もう一つは偶然なのか、どこかの誰かの肉体に入ってしまったのだ。それがディアボロだ。やつがまずナランチャを襲ったのはレーダーを叩くためだ。どっちみちキングクリムゾンを倒すには奴よりも早く矢を追跡し取り上げるしかない。レクイエムはどっちへ向かった。左方向だ。奴が歩いていく方向から人々は目覚めているようだ。ナランチャ、君を必ず故郷に連れて帰る。待っててください。近づく者に用心しろ。行くぞ。ボス、そいつの体に行ったんですね。確かにそこにいるのなら僕たちの勝ちだ。でも寂しいよボス。いつものように電話ください。待ってます。で、レクイエムを倒す方法を見つけるのだ。なんとかしてあの矢を俺たちのものにしないと。追うんだ。そうだ、いいぞ。近づけ。レクイエム、もっと近づくんだ。今だ。なんだ、ミスターが走り出した。まさか、ボスはトリッシュの精神に取り付いていたのか。なんで奴は俺たちを攻撃しねえで走ってるんだ。まさか奴は矢をレクイエムから取り上げる方法を知ってるぞ。絶対に先に行かしてはならん。汚い手だろうが何をしても構わない。絶対に止めろ。あの影だ。歩くレクイエムの足元の影は
俺から見てどう動き回ってもなぜかいつも同じ方向にある。あいつの影がレクイエムの矢とその秘密だ。この影はその人間個人個人が見る影なのだ。影があるのなら自分だけの光がどこかにあるはずだ。この影を取り除けば矢は手に入るはずだ。光は己の精神の背後だ。このディアボロが矢を手に入れ、これはまさか。あんたが見つけたんだ、レクイエムの破壊の仕方を。個人個人の自分の精神の背後にあるこの何かを壊せばいいらしいな。俺のを完全に破壊すれば暴走したスタンドレクイエムの能力は消滅して、入れ替わった全ての謎は全て元に戻る。あとは任せたぞ、ジョルノ。気にするな。みんなによろしくと言っておいてくれ。俺はそうなるべきだったところに戻るだけなんだ。元に戻るだけ。ただ元に。ブチャラティ。やったぜ。さすがブチャラティだ。かなり際どかったが、これでみんな助かるぜ。ジョルノが矢を掴んでいる。レクイエムの次に矢を支配するのはジョルノだ。ゴールドエクスペリエンシャー。これはバカだ。矢がこいつに吸い付いて、やばい。とどめだ、ジョルノ・ジョバーナ。レクイエムだ。あれはジョルノのレクイエム。ゴールドエクスペリエンスレクイエムは矢のパワーの先にいたわ。真実から出た真の行動は決して滅びはしない。そしてお前の行動が真実から出たものなのか、それとも上っ面だけの邪悪から出たものなのか、あんたは滅びずにいられるのかな。矢を支配するのはこのディアボロだ。お前には死んだことを後悔する時間をも与えん。このディアボロだ。依然変わりなく。ゴールドエクスペリエンス。ゴールドエクスペリエンス。フッ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 。いい気になるな、ジョルノ・ジョバーナ。お前には死んだことを後悔する時間をも与え。リングクリゾン、クレイグ、リングミルトン、滅びずにいられなかった。フッ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 。リングクリムゾン。フッ。フッ。いい気になるな、ジョルノ・ジョバーナ。オールデンスペリエンス。お前には死んだ
だことを後悔する時間をも与え、命はもらった。ここまでだ。オンエクスペリエンス。ゆけろ。ことを後悔する時間をも与え、命はもらった。ここまでだ。オンエクスペリエンス。エンジン。命はもらった。ここまでだ。